ナモルクナモルク干渉の位置ナモルク干渉は太平洋のミクロネシア連邦の干渉。ナモルクとも中区州に属しており干渉全体で自治体になっている。ミクロネシアでも最小の干渉であり干渉全体の面積が13平方キロメートルしかない。ナモルク干渉は北部モートロック諸島の一部を成しており、 トラック干渉の南東部から南東に 190km、エタール干渉から北西に 50km ほどの位置に、ある、ナモルク、ルカン、トウィナム、アマップ、ミアスの古島が存在している。ナモルク島は、干渉の北西端にあり、面積は31ヘクタールである。今日では、唯一人間が居住しており、北西のサポンワル、中央部のルコラップ、 南東部のプコスの3つの集落が存在する。その他の島では1.5ヘクタールのルカン、21ヘクタールのトウィナム、1.5ヘクタールのアマップ、28ヘクタールのミアスなどがある。ミアスは南東端にあり、1930年代までは人が定住していたが、病気の流行で人口が大きく減少し、1家族を除いて再定住が行われなかった。 ナモルク島では、タロイモの畑が存在する。マーシャル、マック、ナマルクビヨンドザリーフ、ザトランスフォーメーションオブエー、マイケラニージアンコミュニティ、ウェストウェプレス、2 4九9 2ピアニッシモ。ありがとうございます。